はい、今回ご紹介させていただきますのは、茨城県の、ビルダーさんですね。マコレレさんよりですね、ボディにメイプル剤とハワイアンコア剤を用いたコンサートモデルを、制作いただきましたので、ご紹介させていただきます。木の美しさ、完成度の高さがですね、際立つ、マコレレさんのコンサートウクレレなんですが、こちらのモデルはですね、ボディトップにメイプル剤を、用いておりますね。ナチュラルカラーのかなり、トラメ模様のですね、カーリーメイプル剤を用いていただいておりまして、で、サイドバックがですね、ハワイアンコア剤となっておりますね。こちらのコアもめちゃくちゃこう美しい、木目のものをですね、採用いただいておりますね。メイプルトップサイドバックハワイアンコアっていう、ちょっとなかなか珍しい組み合わせではありますけれども、結構外観的には、本当にこう、あんまり人とは被らないような感じの組み合わせかなと思いますね。こちらヘッドの付け板にはですね、島黒炭ですね。マッカーサエボニー剤を用いておりますね。で、こちらがマコレレさんのマークですね。このマークかっこいいですよね。搭載ペグはですね、五等星の UPT を採用しておりますね。で、ネックはホンジュラスマホガニー剤を、用いておりますね。こちらシバントブリッジには、マダガスカルローズウッドを採用しておりますね。結構渋い木目が出たローズウッド剤となっておりますね。ロゼットとかポジションマークはですね、アバロンを採用しておりますね。こちらナットやサドルはですね、ジュラコンを採用しておりますね。もう使ってる材質も美しいですし、本当に一点物なので、本当ビルダーさんのウクレレらしい印象ですね。一応こちらがコンサートサイズではあるんですけども、マコレレさんのコンサートサイズはスケールがほんの気持ちちょっと長い感じになっていて、一般的には大体380ぐらいかなと思うんですけど、一応こちらの現状は400ぐらいって感じですので、ほんの気持ちこうフレットの感覚がちょっと広めではありますね。テナースケールほどは長くはないですけど、そういうこともあって結構こうピッチがすごい安定してるので、なかなかソロ弾きやる人にも結構おすすめなスケール感、モデルかなと思いますね。これは結構こう弾いてて気持ちいいサウンドですね。やっぱメイプルトップっていうところで、気持ちちょっとこう硬い感じというか、やや硬質ながらも、結構サイドバックのコアが硬質なニュアンスをよりこう前に出してくれるというか、音としては本当にまっすぐ飛んでいく、はっきりした結構ニュアンスになっていますね。こう音の伸びもすごい良くて、これはちょっとコンサートサイズ欲しい人にはめちゃくちゃおすすめなモデルですね。さっきお話しした本当にスケールがほんのわずかにこう長い分、ハイポジションも本当弾きやすくて、高音域も本当によく伸びてくれるサウンドに仕上がってますね。ちょっとこれはもう文句のつけようがないと言いますか 本当に、個人的にはめちゃくちゃかっこいい モデルかなと思いますね。よくこういうナチュラルカラーでスプルースがありますけれども、結構メイプル剤にすることでこう何とも言えないこうニュアンスが出てるのがなかなか一押しですね。とにかく本当マコレイさんは作りが丁寧で素晴らしい仕上げになってますね。コンサートサイズは欲しい人多いと思いますので、人気のマコレイさんのですね、本当に素晴らしいモデルとなっておりますので、日本人の職人さんのですね、一点物、本当に素晴らしいウクレレをですね、お探しの方は、ぜひぜひご検討いただければと思います。